フェドラは、レッドハットが支援するコミュニティ、フェドラプロジェクトによって開発されている、RPM 系、Linux Distribution である。バージョン6までは、フェドラコアと呼ばれていた。特定のバージョンを指す場合は、フェドラ9のように、バージョン番号を添えて呼ばれることもある。フェドラは、最新の技術を積極的に取り込むことで知られている。現在は、ローハイドと呼ばれる。 ローリングリリース版も用意している。また、開発目的として、ラピッドプログレスオブフリーオープンソースソフトウェアを歌っており、フリーソフトウェアを厳格に重視した一面も持っている。2003年末、開発が終了した、レッドハットリナックスの後継を開発するために、フェドラプロジェクトが結成された。レッドハットは企業向けの、レッドハットエンタープライズリナックスのみをサポート。 していくこととなり、フェドラはコミュニティ主導となった。これにより高度な開発を柔軟に行うことができ、その成果がレルに取り込まれると、検証目的の位置づけである。GNOME ソフトウェア、フェドラ、S デフォルトパッケージマネージャーフロント、エンドパッケージ管理ツールには、ダンディファイドやむ、またはゼロドグアップデーターマダファイドが採用されている。フェドラ22よりやむは、 DNF に置き換えられた。将来的に YAM は廃止される予定であり、段階的に DNF へと置き換えられている。フェドラコア4までは YAM に加えて、RedHat Linux のパッケージ更新ツール、Up2 デートも利用可能であったが、フェドラコア5で削除されている。デビアンなどが採用している APT も使用できるが、AMD64 アーキテクチャで必要となる。 マルチアーキテクチャ環境に対応していないので使用は推奨されていない。マンドラバリナックスなどで採用しているスマートも使用可能である。初めから利用できる公式のリポジトリの他に RPM フュージョンやリブナ等のコミュニティによって運営されているリポジトリ、アドベやドロップボックスなどのサードパーティー製リポジトリもある。フェドラ7以前には レッドハットの開発者により運営される公式リポジトリフェドラコアとは別にコミュニティで運営されるフェドラエクストラスというリポジトリが存在した。中核のパッケージはコアで提供し、エクストラスでは追加パッケージを提供する位置づけであった。新規パッケージが簡単に追加できたため、従来非公式なリポジトリで提供されていた数多くのパッケージがここに収録された。 当初はコアしかデポジトリ登録されていなかったが、フェドラコア3以降ではエクストラスも利用可能となった。フェドラコア4以降はヤムにデフォルトで登録され、インストールすればすぐ利用できるようになっていた。フェドラなのでコアと統合され、同時に名称が現在のフェドラに変更された。コア統合後もフェドラのフリーソフトウェア精神に反する、あるいは アメリカ国内法に違反する恐れがあるために収録が見送られたコミュニティベースのリポジトリにはドリブル、フレシャーピームズ、リブナがあったが2008年にごく一部のパッケージを残して RPM フュージョンとして統合された。フェドラ本体とは無関係にメンテナンスされている非公式のリポジトリである。オープンソースの フリーとそれ以外のノンフリーに分かれてメンテナンスされており、後者には主に GPU ドライバなどのプロプライエタリソフトウェア、または MP3 や動画再生関連のライブラリーなどが収録されている。2007年2月、OSI の創設者であるエリック・レイモンドは、フェドラの開発メーリングリストにグッバイ、フェドラと題するメールを投稿した。ガバナンスがうまくいっていない。 RPM 開発を停滞させており、YAM を遅くバグの多いままにしている、プロプライエータリなフォーマット非対応の問題が処理、できていない等の非難があり、近年対等してきた Ubuntu への指示が表明された。これは、大きな議論を引き起こした。レッドハットのグレッグ・デ・コーニングズバーグは、フェドラと Ubuntu の方向性の違いを指摘し、Ubuntu がプロプライエタリなコードをサポートしていることで、 多くの犠牲を払っていると反論している。フェドラコア1 w i h g n o m e バージョン2.4、フェドラバージョン15、The First r e l e a s e w i h g n o m e 3 &Gnome Shell、フェドラ29デスクトップ Gnome3.30、1短いサイクルで、リリースされているフェドラでは、メンテナンス期間も短くなっている。今日の規定では、 あるバージョンについて2つ先のバージョンがリリースされてから1ヶ月後にメンテナンスされなくなる。例えばフェドラ12のリリースが2009年11月で、2つ前のバージョンであるフェドラ10は、その1ヶ月後の2009年12月にメンテナンスを終えた。バージョンアップは概ね半年ごとに行われているため、リリースされてから約13ヶ月後にメンテナンスが終了する傾向にある。 ザコアバリューズオブザフェドラコミュニティキューレートハット、リナックスとメンテナンスが終了したフェドラコアのリリースを保守していた。プロジェクトは慢性的な人手不足に悩まされ、メンテナンス期間中のフェドラコアに比べてアップデートの提供スピードや頻度は低かった。2007年2月にプロジェクトは解散。フェドラ系当時フェドラ派生版一覧に掲載され、パッケージ管理等が 同様のモノフェドラ設立者であるウォーレンと神がハワイ大学で学生だった2002年にフェドラの元となるプロジェクトを始めた。その後、レッドハットリナックスが開発終了となり、レッドハットリナックスの無料版の後継 OS の期待が高まっていた時、ウォーレンがレッドハット社にフェドラを提供することを申し出て、ウォーレン及びレッドハットの両社の合意により2003年9月に フェドラが公式に、レッドハットリナックスの後継 OS となった。そして、レッドハット社は、フェドラのメインのスポンサーになった。また、ウォーレンもレッドハットに就職し、フェドラの開発を続けることになった。ありがとうございます。